ジジャパンアカデミミーーオブミュージック通称「ジャム低迷する音楽産業に活を入れようと大手レコード会社と国が共同で設立した音楽教育高等学校この物語はその「ジャムに入学した少年小田久志と少女「天原麻也」の成長譚である別冊少年マガジン連載作品「富士急スピンオフ」 人はなぜ生まれてそしてなぜ死ぬのだろう人生の意味とは何なのだろうおお何でどうしてどうした小田急宗教にでもハマったかあこれ批判じゃないよ 別に小田急が何を信じようが構わないよがマヤを勧誘するのはるよせよマヤは自分しか信じないからいや別に宗教にハマったわけじゃないが最近いろいろ思うところがあってなはあはあ、悩める童貞ってわけねでも小田急の悩みとか興味ないからあらすじか。くわ冷てということで初めての人のため前回までのロックなあらすじ天才ゆえに落としる スランプに陥ったひとしきり悩むがやはり天才ゆえ華麗にスランプを脱するのだった前回はお前の悩みについての話だったんだから今回は俺の話聞いてくれてもよくねへ、えー、まあやることないからいいけど1時間3,000円からな相談料。とか言いつつ実際は金を取ったりしないってことは知ってるぜいやや優しいなアマハラは。 20秒経過取らないよね20秒おおしとりあえず話すか最近俺なんでジャムに入ったんだろうって思うことが多くてさああ入って半年も経ってないのにもうくじけてんのかいやそういうわけじゃなくてさこの学校に入ったってことは将来音楽業界で働くってことだろ別業会に行くやつもいるだろう 商業音楽のノウハウは他の業種でも役立つだろうしそうだけど基本の心構えの話で思うんだ音楽業界で働くってどういうことなんだろうってはん<ぁ>俺は音楽が好きだ聴くのもやるのもだけどさ仕事としてやるなら好きじゃないこともやらなきゃいけない瞬間がきっと来るわけだ俺は好きっていう気持ちだけでこの学校に来たけどその選択は正しかったのかなってバッカ かだなあそういうのは入る前に考えておくべきことだろうつってなまあ中学3年生にその辺突き詰めて考えろっつっても無理な話だよな別に後悔はしてないんだこの学校に入ったことただ入ったからには気持ちは固めておかないとそうだな生きるって大変そう生きるって大変みたいでさ小田急はさプレイヤーとして入ってきてるってことは プロのミュージシャンを目指してるんだよな目指してるっていうか目指してたな今はそのプロのミュージシャンってものがどういうものかわからなくて揺れてる感じだうん、うん。マヤはプロってのはそれ単体で飯が食えてる連中のことだと思ってるけど音楽に関しては違う意見もありそうだなメジャーデビューしたらプロっていう意見かそうそれプロミュージシャンとしてメディアに出てくる人たちは大抵メジャーデビューしてる あるいはしてたからそういうイメージがあるんだろうな俺も一時期そう思ってたでも調べてみるとメジャーデビューしてもバイトを続けてる人や逆にインディーズなのに音楽だけで食えてる人がいるじゃないかメジャーデビューっていうのはメジャーレーベルと呼ばれるレコード会社から CD を出したってことだけだからそんなこともありえるわななるほどでもメジャーデビューしてさえ食えないのにインディーで食えてる人がいるってのはどういうことだ簡単だよ メジャーの CD は宣伝や販売の規模がでかい規模がでかいってことは大勢の人が関わってお金もかかってる対してインディーは宣伝や販売の規模は小さい必然的に関わる人数も少なくかかるお金もその分少なく済むその前提の上で考えようメジャーとインディー同じ枚数を売った時一人当たりの取り分がでかいのは関わってる人が少ない分 イインディのの方が取り分が取分でかいのかいザッツラト小規模に売るならインディーの方が効率がいいんだよしかも最近は昔と違ってネットが発達してるインディーみたいな少人数のところでも工夫さえすれば大きく宣伝するチャンスはあるのだなるほどなこの学校にいればなんとなく気づいてしまうが音楽業界のあり方は昔とずいぶん変わってきてるいい音楽を作ってれば売れて売れた分お金が入って幸せ みたいな話ではないみたいだないい音楽を作るのは当然でその上で何ができるかってとこかね厳しいなあとはプレイヤーで稼ぐならスタジオミュージシャンってのもあるねバックバンドってやつかそれそれなるほどプロって言ってもいろいろあるんだなで小田急今の話の中にお前の進みたい道あったかうーん分からん 俺は結局音楽が好きなだけなんだよなでもこの学校に受かってしまった入れてしまった音楽が好きなだけな俺だけどその好きな音楽でどういうプロになればいいのかこれからはもっと考えながら生活をするよ結論を急ぐことないと思うからそれでいいんじゃねまだこいつでしなアマヤたちちなみにアマハラはどういう風に考えてるんだこの学校にいる意味を のステージで世界一の音楽をプレイしたいだけだぞそのためにはこの学校に入るのが一番近道だと思ったそれだけなんかんなんか俺泣きそうかっこいいそしてロックで立派な目標だと思うぜあまラおおサンキューそうだよな夢ってそういうもんだよな <laughs> あー なんかすげー真面目に語り合っちゃったな俺も大きな夢を持とうロッ,ロックロックンロールだ小田急そろそろそれやめれなんか恥ずかしくなってきたい,いやま天原恥ずかしがる必要なんてないぞこれは立派な夢だ熱血スイッチ入ってるしよし頑張るぞあ。あすべてがめんどくさくなってきたテンション高い小田急見るとナイルなー次回小田急は えー、思い,つかんいいやもうカブトムシでも取るかな。